さんです。どうもです。お願いします。お願いします。さあ、今日なんですけども、はい、トンボさんの持ち込み企画でございます。ありがとうございます。お願いします。今回は、リオちゃんドッキリ企画そうなんですよね。そうなんですよ。リオちゃんへのドッキリ企画。そういうことです。もうサムネ見てると思うからね。そうですね。ズバリいいですか？はい。今回の企画は、はい、ある日突然旦那が急激に可愛くなっていたら、リオちゃんはどんなリアクションをするのか、ドッキリぶっちゃけね、はい、まあ、一回やりましたよ。やりました。今サムネ出てると思うんですけども、はい、まあ、ある日突然旦那の髪の毛がとてつもなく伸びてたら、そうそうそう、リオちゃんはどんなリアクションするか、ドッキリやりました、まあ、やりました、はい、まあ、ぶっちゃけた話、まあ、ある意味成功だったんじゃないかな。そうですよ。結果リオちゃん100点出してくれましたから。友達としてね。友達として思ってたのとは違ったけれども、お前だって奥さんリオちゃんが、うん、ポッてなるって思ってたもんな。ポッとはならなかった。ならなかったけど、でも喜んではったから、喜んでくれたので、うん、あれはある意味大成功ですよ。いや、もうそれで終わりでええんちゃうのと思ってんねんけど。ダメ前回はぶっちゃけさ、うん、かっこよくなる、はいはいはい、惚れ直させたいみたいな、はい、はいはいはい、今回は可愛く、可愛くです。なんでなそうそうそう、目的がね、目的がこれだから、うん、ちゃんと理由があります。はい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 、はい、以前ですね、うん、カジサクチャンネルでケアリビングってあったじゃないですか。やりましたね、3夫婦でこうスキンケアをするっていう、そうそうそう、そこの夫婦の会話で、うん、とあるくだりがあったんです。はいはいはい、はい、そのくだりちょっと一旦視聴者さんに見てもらってもいいですか。あのくだりね、あのくだりです。確かにあれ大事やから、あれ大事、一旦見てもらいましょう。こちらです。はい、ぶっちゃけメイクしたらどうなると思う。いや、私は、うん、メイクしてる人はかっこよくなると思ってるの、基本的に、うん、メイクすると映えるなって思う、うん、でもトンボさんだけはメイクは向かないと思う、うん、もういわゆる女性がするような完全に女の子メイクしたらどう。してみしたらわかるっていう。したらわかるか。あ、そう、うん、完全にメイクして完全に女装したらどう。だと思う。だからそれをしてみってどうどうって、そんな、あ、してみってこと、うん、一回してみ、分かるか、私に言わせないでそんなこと。一応やってみて、どうなのか、そのどう思ってんのか。じゃあ多分その、うん、男性のメイクをしたとしても、うん、女性のメイクしてでドレスアップしたとしても、うん、どっちも同様にすごく変だと、うん、これなんですよ。確かに言ってるなお前だけは絶対に似合わないとどんだけメイクしたって無駄だと、うん、言ってたじゃないですか、うんうんうん、まあでも俺もそう思うし、お前もそう思うんかい。俺もそう思う。お前もかい僕もそう思う。お前もかい俺らも、俺らも俺らも俺らもかい。みんなリュウジはもしかして思ってないか。ちょなんで順位一応リュウジの取ったん。そうやそうですよね。今綺麗に俺は一人ずつ振っていってさ、うん、そうそうそう、最後リュウジでなんかオチがあるのか、そのまま行くのか、リュウジのお任せしますっていうノリやったのに、順位一応はいきなりなんか欲しがって俺らの俺らのなんで取んのリュウジ。相違にするな二人の。ガッチャンコしちゃったんだよな。はいすいませんよ、ね、本当に。いやでもなんせトンボ的には相当それがちょっと引っかかったと。そう、やってみっつって、うんうんうん、そんなに言うんだったらやってみろと言って、うんうん、リオちゃん言ってたじゃないですか。はいはいはい、はい、じゃあやっとらないかい。そういうことですよ、はっきり言うて。ちょっと怒ってる。怒ってるよ今回は、うん、だ要は惚れ直させるとかではなくて、そう、ある種ギャフンと言わせたいみたいなことや。そういうことです。なるほど、どう、かわいいやろと。かわいい、あ、ごめんねと。ごめんねー、そう、トト、そう、かわいい、そう、これが欲しい。これが欲しい。いや、違う、怒った方がいいよ今のリオちゃんの。いや、似てるやろ。いや、ごめんねトト、かわいい、うんうん、で、一番いい形は、うん、ごめんねトト、かわいい、うん、ポ、そう、これやな。これが一番ええねん。よう分かってるわ、カジサックは。ポこれがベストや。これがベストですよ。変なネズミ先輩みたいな。最終的にリオちゃんのここから花が出るので、そうだね、花が出てポッポッて、なんか一番ええ形、綺麗な花屋で終わりたいです。
それで扉閉まってそうです。それが今回の100点いやいやいや、ないよ。いやでもちょっと楽しみ。そうなんでかっていうと、うん、もうね、これは本当に楽しみなのが、うん、実はね、うん、これ今回女装どうもするにあたって、うん、エピソードがあるんですよね。そうなんです。おうおうおう、実はですね、はい、最近僕インスタグラムやってるんですけれども、うん、はい、そのインスタにとある DM が同じ内容でめちゃくちゃ届くんですよ。めちゃくちゃ来ると、うん、そう、はい、それがですね、うん、これトンボさんですか、これトンボさんの裏垢ですかってめっちゃ来るんですけれども、これなんやって調べたら、うん、TikToker のタロちゃん、うん、タロちゃんさんね、タロちゃんさんがどうやら僕にクリソツなんですよ。そっくりなんです。確かに似てるんですよ。そう、うんうん、素顔がそっくり、はいはい、そのタロちゃんさんは、うん、メイクでめちゃくちゃ可愛い女の子に変身してるんですよ。すごいですよ。すごいのよ。ほんまに顔そっくりなんですけど、うん、そう、その技術なのかな、見せ方なのか、めちゃくちゃ可愛らしい女性になってる。そうそうそう、うん、でリオちゃんのあの発言、うん、お前やってみ、うん、トンボにそっくりのタロちゃん、うん、メイクでめちゃくちゃ可愛く、可愛くなる、うん、この二つをガッチャンコしたらトンボがとてつもなく可愛くなるんじゃないか。そういうことですよ、うん、そしてタロちゃんさんに連絡したら、そうやってくれるということ。やったすごい。そうなのよね。そういうことなんですよ。だからいろいろ楽しみなんですよ今日。いろいろ楽しみ。もちろんドッキリ自体は一番楽しみやで、はい、ただやっぱそのタロちゃんさんともうコラボできるっていう、そういうことですよ、うん、これだからトンボに DM してきた人大歓喜やで。大歓喜、ついに夢の共演です。夢の共演。そういうことですよなあ、はい、だからやってもらうねんな。やってもらいたい。タロンちゃんさんに、タロちゃんにも可愛い女の子に仕上げてもらいたいという、そういうことです。そしてリオちゃんをギャフンと言わせたい。これです。非常に楽しみでございます。はい、楽しみです。まあ、タロちゃんさんもでもだいぶ不安やと思うけどね。まあ、聞いてみるけど。まあそうですね。でタロちゃんさんがどう思ってるかも聞いてみたいですね。僕に似てるって言われて。あ、確かにな。そう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 。トンボどう思ったの？僕はでも可愛い女の子になってるし嬉しかったですよ。え、可愛い女の子になってるから嬉しかった。あ、僕も可愛い女の子になれるんだって思いましたから。メイクでね。それは嬉しいですよ。まあそうか。ああ、だからこの素材でもいけるんだって。素材って言うモンスターハンターか。素材って言うな、お前。これでもいけるんだっていうことが分かったんで。確かにな。ありがとうございますっていう気持ちで僕はいっぱいです。これは非常に楽しみでございますよ。楽しみです。じゃあ早速、はい、タロちゃんさんに登場していただきましょうか。そうですね。はい。はい、というわけで本日もせーの、オナシャス。いや、似すぎや。似てる。タロちゃんさんでーす。すごくない？え、どっちいや、だからトンボとタロちゃんさん。違うわ。逆なんですよ。初めまして。初めましてじゃない。トンボとタロちゃん、これやばない？すごい。これあれじゃん、ドッペルってんじゃん。いや、ほんとですよ。これドッペルってるよね。もしかしたら消えるかもしんないですね。今日ポンつってマジでさ。いや、これは太郎ちゃんすいません、この度は。でもしかも聞くところによると、わざわざ太郎ちゃんさん今日の日のためにこの丸メガネとキャップも持ってきてくださったということで、ありがとうございます。本当にどうなんですか、タロちゃんさんもなんか噂によると連絡来てるとか、はい、あ、もう結構似てるっていう声は来てるんだ、やっぱり。それ僕で自分調べて、はい、あ、似てるかもって。あ、ご自身でもちょっと似てると。あ、思いました思いました。あ、思いましたか。なんかすごいわ。本当不思議。人柄というか可愛らしさも似てんのよ、なんか。でも、もう笑いの時一緒だった。そうか、もう本当に笑顔なんかもう他人とは思えないもん。だから、まあ俺もトンボマニアやから大体お前のこと分かっていいから。はいはいはい。 C って言うなら、はい、一回太郎ちゃんさん鼻鉢刺されたらもう完璧なんだそれは。何なんですかそれは。一回ね、うん、一回鉢に刺されたら、うん、多分仕上がると思う。ここ丸くしたらここ丸くしたら仕上がるんか。そんなことしないでくださいよ。すいません、ほんまに今日は無理だね。わざわざ今日来てくださってやな。最初お話し行った時ちょっとびっくりされました。 TikTok で配信してるんですけど、はいはい、配信終わりにそれに気づいて、はい、もう心臓がやばくて。え、あ、びっくりしてってことですか。びっくりして、はい、でも引き受けてくださって。あ、もうそれはもちろん、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
メキシコお願いします言うわけねえだろ言うわけねえだろって言うとびっくりしちゃう普段なんかね、TikTok でご挨拶されてるないだろお前、メキシコお願いしますって急に来ちゃったのサボテン用意してなかったテキーラもねテキーラと俺にメキシコお願いしますメキシコが足りてないわけじゃないですよ、タロちゃんそういう人たまに俺が緊張してる時にメキシコお願いしますって言う一回落ち着けないんでタコスお願いしますあれをメキシコお願いしますとは言わねえわ言ってないですよね、お前行き合うね、やっぱり守りたい、タロちゃんを他人とは思えないでもなんか親子みたいね、いや本当に年齢もね、公表してるということなんですけども、31、一回りぐらいじゃん僕は43ですから43だ、だ弟か、うん、あそうですわ、弟ですわ今日ちょうどね、黒い T シャツで偶然ですよ、弟偶然でめっちゃくちゃ弟よゲストの方、なんか見やすく触れないでも大丈夫ですか？それぐらいのなんか、うん、やっぱこう興奮しますわなんか最高でございますけども、はい、普段 TikTok で活躍されているって、はい、YouTube はどうなんですか？ YouTube は TikTok の動画を転載はしてるんですけど、はい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 、YouTube 用の動画は実は撮ったことがなくて、あ一本も撮ってないということ、はい、です。で今回なんとコラボで、うんうん、これが初になります。そうなんですよ。すごい素晴らしい。ちなみになんですけども、タロちゃんさんの記念すべき一発目の動画は僕とのコラボ動画プラス、うん、この動画の裏側を撮影されているんです、うん、はい、実は横で撮影されているんですよね、はい、うん、それが公開されると、はい、そうです。なのでぜひ皆さん概要欄に貼っておりますので飛んで見てみてください。よろしくお願いします。タロちゃんさんのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。 TikTok 自体はもう基本的にはもうメイクで、あ、そうです、はい、一本で、うん、きっかけ何やったんですか？確かに聞きたい、うん、違うチャンネルなんですけど、はい、YouTubeやってたことがあって、はい、でその時にあの女装する企画があって、はいはいはい、はい、でメイクをしたんですけど、はいはい、で登録者数増やすために配信ってものを始めて、はい、うんうん、でその配信で普通に僕が映ってるとつまんないと思ったんで女装を始めて、はい、そのままずっと女装で配信をしてるっていう。あーなるほど、はい、最初だからつまんないと思ってたんですか？俺が太郎ちゃんになっちゃったあれこっちこっちなんですよきっとごめんなんかもう影分身みたいな影分身みたいになってるから太郎ちゃんが二重になってるわけじゃないんですよトンボですから太郎ちゃんトンボ。なるほど、そのきっかけがあったっていうことで、もともとお好きとかではなかったんですか？あ、全然。でもだんだんやどうでしょう、やっていくうちにあれ楽しいなみたいな。あ、もう楽しくてメイク自体は。あ、はいはいはい。ご家族がいることもお伝えしてもいいんですもんね、奥様がいらっしゃって、はい、奥様はどうやったんですか最初そういうことをした時に、うんうん、ちょっと嫌がってました、ね、あ、さすがにちょっとそれどうなの大丈夫みたいな感じでねえ思われたかも。でもだんだんやっていくうちにやっていくと、まあ、認めてくれて、うん、応援してくれて、うん、はい、あ、それはやっぱり何よりも結果が残ったからでしょうね、うん、たくさんの人に見られるようになって TikTok も何万人でいますから、うん、それが奥さんもいいんじゃない、はい、ってなったっていう感じで、うん、なるほど、うん、すごい。だから技術がすごいですから。そうなんですよ。でも普段は人にやらないんですよね。そうなんです、うん、自分でやるだけなんで、うん、初めて今回人の顔にメイク。そうですね。でも大丈夫でしょう、だって鏡みたいなもんじゃないですか。そうですよ、鏡に向かってやるみたいな感じでそういう話じゃないでしょ自分側にそのペンが向いてるとかそういう話でしょ。いやだから こうやったらこうじゃなくてこうこうやったらそうさ、そうすればいいんだ。おしまいじゃん。そうすればいいんだそうだそうだじゃないよ自分をやってるようにミニマオリみたいなことで一番やりにくいだ難しいです。すいません、今何してるの？イチャイチャすんな。すぐこうすな。すぐゲストの肩を揺らすな。もう弟みたいで可愛い。最高っすね、はい、ちょっとごめんなさい、慣れないことかもしれないですけど、はい、でメイクプラス今日はなんと太郎ちゃんさん衣装まで持ってきて、はい、衣装とウィッグと、うわあとちょっとカラコンも、ええー、でも最高や、入れていただきたい。いやこれ確かにやるからにはほんまにガチでやりたいから、はい、楽しみやな。楽しみ、初体験っすわカラコン。あ、本当嬉しい。ちょっとやっていただいて。よっしゃー、じゃあ早速、はい、メイクしていきますか。はい、太郎ちゃんさんよろしくお願いします。お願いします。すっぴんも似てるね
最高だね。ありがとうございます。本当に本当になんか出てほしい大会に。何の大会だよ。なんかのなんかの大会に出るんかい。2人で。素晴らしい。太郎ちゃんさん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もうここからお任せしますんで。はいはいはい、わかりました。はい、じゃあまず何から。最初にちょっとカラコンを。あ、まずカラコンなんだ。はい、へー。途中だとちょっと。なるほどなるほど。つけたことはない。ないです。でもコンタクトレンズはつけたことあります。あ、はい。鏡がないんですけど。じゃあちょっとあっちでつけてきていいですか。そうね、ちょっと、はい、鏡ないから。はい、うん、じゃあ太郎ちゃん一緒に行こう。はい。カラコン入れてまいりました。どうですか。ちょっと待って。どうです。やばい。いい、ね、なんかめっちゃかっこいいけど。あ、ほんと。なんかスーパーサイヤ人みたいな。能力者みたいですね。めっちゃいい。やタロちゃんやりましたね。すごいすごいすごい。いいっすかいいっすか。もう可愛いかも。マジ。嘘じゃん。嘘かい。タロちゃんでもなんか全然ちゃうよ。本当ですか。もう違う。まず肌のあとベースメイク。あ、ベースメイクやっていきます。はい、全然帽子取った方が良ければ。そうですね、取りますよ。はい。タロちゃん。なんでタロちゃんさん撮ったんすか。動きもリンクしてる。ベースメイクから。はい、すごいですねこれ。道具も独学ですか。一応 YouTube をいろんな方がメイクの動画上げてるので、で勉強して見て勉強して。へー。なんせ太郎ちゃんさんも人にやるのは、うん、初めてレベルなんで、はい、そうです。しかもね、同じような顔してる人にメイクするってすごく不思議な。いやでも慣れてらっしゃるわ。感触がすごいソフトタッチで、うん、すごいいい感じです。うん、どういうことですか。タロちゃんさんに似てるっていうか、ちょっと若干コメントも難しくはなってくるんですけど、うん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 、現状はまだおじいちゃんですもんね。、はい、そうね、はい、現状は現状おじいちゃんやな。こっからの伸びをぜひご堪能ください。奇跡を。マジでがっつりこんな感じのメイクしたおじいちゃん、大阪は新世界にいっぱいおる。いっぱいおるで。いっぱいいます。いっぱいおる。自転車にいっぱい旗さしてる。何の旗さしてんねん。やっぱりよく見ると太郎ちゃんさんとトンボの肌全然ちゃうわ。そう、やっぱ若い。あー、やっぱりお肌がめちゃくちゃ綺麗なんですよ。タロちゃん綺麗ですよね。やっぱ TikToker としてやってて、うん、ね、そのお肌のケアもしてるんですね、うん、すごい綺麗。はい、ちょっと目開けていただいていいですか。あっ。おい。触るな。ゲストの頭を触るな。すいません。パッてないな。他人とはもう思えない。じゃあ次にひげを隠します。あ、ありがとうございます、はい、でもね、一応剃ってきたんですよ、今日。あ、今日のために。はい、ありがとうございます。さらにね。はい、どれぐらいのペースで太郎ちゃんさんはメイクしてるんですか。1日とかですか。いや、え、どういうことですか。1日とかっていうのは。あ、毎日してるってことですか。あ、毎日してます。え、ほぼ毎日 TikTok 上げてるんですか。あ、TikTok の僕配信が主なんですよ。ああ、なるほど。はい、助走して配信してるので。え、配信も毎日されてるんですか。ほぼ毎日。すごい、すごいな。いつかその配信のゲストで呼んでくださいよ、トンボ。あ、ほんとぜひぜひ。そんなのもしお願いできるなら。全然。で、次俺らが裏側回すの。メイクした状態で出て、うん、何分バレないかやってほしいですね。あ、確かに。なるほど、それ面白いかもね。いいっすね。よく見たら顔の形ちゃうもんね。そうっすね。太郎ちゃんさんの方がやっぱちょっとシュッとしてるわ。笑顔が似てんねんな。そうっすね、笑った時が。そんだけ毎日されていたらやっぱりスピードも半端ないですか、自身でやられるときは。最初1時間以上やっぱかかってたんですけど、最初はね。最初は今は3、40分ぐらいでできると。
それでほんまにトンボ可愛いなったら、いや、ね、本当っすよ。今後ちょっとうちのチャンネルも方向性変わってくる。人気出るかも、人気出るかもしれない。可愛い子が入って、可愛い子が入ったっつって、トロちゃんって言う。トロちゃん寿司見てる、寿司トロちゃん。ちょっと分厚めのメイクするとき大トロちゃん。おもしれえな。隠していきます。はい、そうか、眉毛を隠して、はい、そんな描くんだ。描かない。なるほど。おそらく視聴者さん的にもさ、あんまりネタバレになるとね、確かにあれだから、うん、良きところでこれ早送りしてさ、あ、そうですね、時飛ばして、うん、完成までいった方がいいかもね。そっちの方がいいかも、いいかも。もう完成でいいんじゃないですか、それ。校長先生、校長先生、校長先生、トロちゃん、校長先生、トロちゃんドッキリじゃないですか。リオさん、どういうリアクションが正解なんですか。違う、可愛くしてもらうの、今回は。安西先生にちょっと似てる。誰だ、タロちゃん。じゃ、タロちゃん、なんか悪い。途中まだ。よりおじいちゃん感が今増してるよ、ね。あ、本当。すいません、タロちゃん。すいません、とんでもないです。僕もこんなこと言いたくないんですよ。動画回してるもんで、すいません、ほんまに。じゃあ、またなんかしたくないんだ。本当は。だいぶ仕上がってきた。あ、もう、間もなく。全然です。カーネル・サンダース、カーネル・サンダース、カーネル・サンダース、カーネル・サンダースが遅刻して坊主にしてる。めっちゃ、もしも、違う違う違う、カーネル・サンダースが遅刻したら、違う違う違う、カーネル・サンダース偉いだろ、もっと遅刻したぐらいで坊主にせんわ。カーネル・サンダースめっちゃかっこいい、なんかフォワードの名前やな。フォワード、すいません。これほんま一日かかってた。ほんまや、ほんまや。まずベースやって、ヒゲ隠しの、はい、その後は何やるんですか。その後は、アイメイクに、あ、目の周り、はい、入っていきます。トンボって結構特徴的な話してると思うんですけど、はい、なんとかなるんですか。ノーズシャドウで、はい、ちょっと高く、なるほど、わー、メリハリをつけるってことですね。になるんですけど、嬉しい。この鼻でもなんとかなるんですね。太郎ちゃん、太郎ちゃん、うーんじゃない、困っちゃった。なると思います。ありがとうございます。仕上がりも楽しみやし、リオちゃんのリアクションもね、いや、そこですからね、楽しみやしな。太郎ちゃんさんにやってもらったって聞いただけでリオちゃん喜びそうやけど、ね、いや、ほんとっすね。なんか犬みたいになってきたな。そうっすね、口の周りの色がちょっとね。いいですよ。いいですか。うん、老犬に近づいてください。老犬、老犬、老犬に近づけさせないでください。頼まずね。太郎ちゃん笑うて顔真っ赤かんてるからね。あ、鼻毛描いてるんですか。太郎ちゃん違いますよ。目、目っていう。目じゃないんだ。どんな声が。太郎さん、太郎ちゃんさんのことちょっと赤ちゃんの。嬉しいんだよ、うん、すごい、やっぱいろいろ重ねるんですね。そうです、結構厚塗りで、うん、まずはヒゲでもその全体的に、なるほど、なるほど、隠した上に肌作っていくんですね。そういうことか。まつげとかもつけるんですか。つけまつげですか。つけまも、はい、いいです。うわー、すごい。もうほんまに誰やねんみたいになりしたな。いや、ほんとっすね。可愛くなるぞ、これ。自分で言うもんじゃないですか。そうやな、自分で言う。可愛くなりますね、これは本当に。なんかテーマはあったりするんですか。トンボさんに衣装とウィッグ選んでいただいて、一応今回ロリータ。ロリータ。いいですね。いいですね、ロリータ。はい。よりやっぱ可愛らしさっていうところを強調して、うんうん、ロリータがいいんじゃないかっていう、太郎ちゃんさんが持ってきてくれた中から選ばさせていただきました。うわ、ありがとうございます。うわ、すごいね、これトンボ、うん、あ、本当ですか。ちょっと正面向いてくれる、うん、はい、目つぶって。これも完全にベルセルクのベヘリットや。おい、誰がベヘリットや。そっくり。ベヘリットにそっくりなんですか、今。知らない人ぜひググってください。めちゃくちゃ似てるよ、ベルセルク。ベルセルク、うん、ぶっちゃけ俺ら素人やから、うん、全く現状想像つかへんもん。なるほど、うん、
こっからほんまになんのかなって、うん、もうなんかどんどん老けていってるから現状ね現状どんどん老けてってるんですか。おじいちゃんマジ、うん、そんなことありましたっけ。メイクしている過程でどんどん老けていくっていやめちゃくちゃ現状っすよ、うん、現状めちゃくちゃ怖いっすよ。怖い怖い、はい、なんか目も青いし、うん、いやこれだから途中ですからね。はい途中ですから。これ楽しみでございますんで、うん、ちょっとそろそろ、はいはい、皆さんにはちょっと早送りにそうですねで見てもらって。そうですね。で途中で飛ばそうかな、うん、はい、太郎ちゃんさん引き続きよろしくお願いします。お願いします。お願いします。素敵な仕上がりになっております、うん、はい、それでは早速登場していただきましょうか。お願いします。キュルルルルンどうですか。ありがとうございます。本当にタロちゃん、いやもうマジで、はい、すごいよ本当。別人、もうトンボじゃないもん、うん、別人。喋ったらトンボやけど、はい、前回ねタロちゃんさんも見てくださってたらしいんですけど、うん、ウィッグ企画でドッキリしたんですけど、はいはい、あん時もちょっと一瞬怪しかったんが、うん、俺はすげえ良かったんですけど、うん、視聴者さんが、うん、全然ハマってなかった。温度差ありましたよね。温度差あって、うん、で今回も俺すごい、やっぱタロちゃんさんすごいから、うん、ええ感じやと思ってんだけど、今皆さんどうなってんだよ。笑ってんのかな、それとも可愛いってなってんのかな。どうですか。肉眼のこの距離やばいわ。確かに肉眼だとちょっとまたね、うん、印象変わるかもしれない。いやまずはタロちゃんさんどうですか、出来のほどは。他人にメイクしてると思えないような。あ、やっぱりそうなんですよ、はい、自分のでメイクしやすかったですね。しやすかった、はい、あ、よかった。ほんとやりやすい、やりやすいってねえ、うん、仕上がりはいいですか、どうですか。いいと思います。いい、おお、お墨付きもらった。お墨付きもらったね。はい、すごっ、ほんますごいわ、うん、これリオちゃん、どうのこれだからトモ見たわけでしょ。自分見ました、仕上がり見ました。リオちゃん、どんなリアクションすると思う。これはもう、かわいいです。トト、ほんと、あの時はごめんねです。ギャフンと言わせます。言わせる。言わせれる自信がある。あの時はごめんねが出たら、うん、はい、もうギャフンですよ。ギャフンですよ。うん、前はもうほんと爆笑みたいになっちゃったじゃないですか、リオ。そうだね、そうだね。だからそれは今回、ないです、うん。すいません、視聴者の皆さん。ひょっとしたらリオちゃんの爆笑をお待ちの方いらっしゃるかもしれませんけど、うん、今回は、ない、ないです、うん。すいません、申し訳ございません、そこは。本当に、うん、もうだから女の子同士みたいになっちゃうかもしれないです。女の子同士、はい、もう可愛くてもう2人でこう、キャッ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 って、はい、なっちゃうかもしれない。まあそれベストよ、それベストですね、はい。いや本当に太郎ちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。あの今回ですね、太郎ちゃんさんと、まあ、この裏側動画も回されているんですけど、それ以外にもちょっと TikTok もね、はい、後ほど撮らせていただけるということで、ありがとうございます。そちらの方もあの概要欄にリンク貼りますんで、よろしくお願いいたします。お願いします。いよいよ本番です。はい。でですね、この後ちょっとトンボさんの家に行くんですけども、はい、実は今日太郎ちゃんさんが、うん、ご家族が全員で来られてるんですよね、うん、結構大所帯なんで、うん、ちょっとここで太郎ちゃんさんとはお別れになってしまうんですけども、はい、すいません、本当に、はい、すいません、ほんまに、はい、とんでもないです。でも楽しみにしててください、はい、もう今言った通りのリアクション見せれると思います。わかりました。タロちゃんさん的にもどうですか、リオちゃん、奥様がそういうリアクションになると思いますか、うん、まあ、なんなるんじゃないですか、ね、タロちゃん、おや、自信持ちな。自信持っていいんだが、急になんか他人行儀な。急に、それはちょっとそこまでは責任持てない。タロちゃん自信持ちな、はい、うん、この企画ができたのはタロちゃんさんのおかげなんでね、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。行ってきますんで、行ってきます、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます。それではトンボ宅へ向かいましょう。さあというわけでトンボ宅到着しました。やったー。到着来ま
ましたね。来ました。いよいよですよ。いよいよです。もう言うてる間にリオちゃんお仕事から、そうですね、帰ってくるというところで、はい、前回同様ですね、はい、もちろん、うん、リオちゃんには伝えてます、はい、帰ったら何かしら起こります。そうですね。でカメラは回ってますっていうのしか伝えてません、はい、そうです。前回同様もちろんね、勝手にやるのはちょっとあれやから、そうですね、はい、というところで、とはいえ不安でしゃあないと思う。まあ確かにね、結構ね、はい、これ3回目になるから。もう3回目です。まあ出てると思うけど雲のやつ、雲、そしてウィッグ、はい、今回がバケモン、あ、バケモンかわいい。トムなんてリボンだいぶ前に、あ、ほんと降りてきてる。降りてきてるか。こうか。はい、こうか。ちなみになんですけど、はい、これ先ほどね、ちょっと太郎ちゃんさんと盛り上がって、はい、で太郎ちゃんさんの方で TikTok も撮影させていただいたんですけど、はい、普段太郎ちゃんさんも女装してね、はい、フィルター、はい、フィルターかけてこう配信とかしてると思うんですけど、はい、で今回ちょっとやってみたんですよ、うん、トンボさんもフィルター。これびっくりします。ちょっと出していいかな、はい、こちらです。やばない、やばない、かわいい、むっちゃかわいない。そう、あれを見てから急にこっち見たらバケモンに見えちゃう、はい、そうですね、えらいもんで。ちょっとだから帰ってきたら知らないおばあさんがいるんだって。知らないおばあさんが、ひょっとしたらリオちゃん怖がるかもしれない、うん、そうかな、分かれ。いやでも僕自信ありますよ。ある、やっぱりいける、いけると思う。今回こそは絶対に。よし、かわいい、出ます出ます出ます出てほしいと思ってます、はい。じゃあ、はい、本番いきますか。はい、果たして一体リオちゃんはどんなリアクションをするのかでございます。はい、それでは、はい、本番です。まあ、今回の企画なんだけれども、ある日突然旦那が急激に可愛くなったらリオちゃんはどんなリアクションするのかドッキリなんだけど。可愛くなってないじゃん。ごもっとも。あれ、トモさんちょっと思ったと違う。あれ、可愛くなってない。なってない。ちょ、メイクとかすごい見てもらってもいい？見てるけど、うん、可愛くなってないの。大作、はい、悲鳴が上がりました。これはちょっと大失敗ってことじゃないですか。これはさすがにちょっと、そうですね、思ってたリアクション真逆いきました。真逆でしたもんね。大失敗ってことでよろしいですか、トンボさん。トンボさんがちょっとやりたい言うててだったんですけど、もう大失敗ですかね。ちょっともう一回リオちゃんに確認だけさせてもらっていいですか。もちろん、俺の中では可愛いってなるのをイメージしてたんだけれども、ちょっとコロッケも暴れない。コロッケも暴れてるんだけど、可愛いってなるのをイメージしてたんだけど、コロッケ暴れないで。やだよー、パンツ見えてる。
最悪もう何してんの、もう何してんの、もろもろ失敗です。いやリオちゃん、ほんまにすいません、いつもありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。いや、実は今回ですね、リオちゃん多分わけわかんないと思うんですよ、はい、なんで急に旦那がこんなことなってんのか、うんうん、ただリオちゃん、うん、実はある物語があるんです。そう、理由があるんです、この企画をやった、うんうん、ズバリトモさん、いいですか。実はですね、ケアリビングっていう動画撮ったの覚えてますか。うんうん、ちょうど今洗濯機が終わりました。ちょうど終わった。スキンケアやったでしょ、二人で、うん、うん、そこでちょっとリオちゃんめちゃくちゃずっと引いてますもんね。そん時に俺こんな綺麗になったらメイクしたら可愛くなるんじゃないみたいなことを俺が言ったの覚えてる。さらリオちゃん、やってみろと、うんうん、お前は絶対に似合わないよって言ったの覚えてますか。それがもう悔しくて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 悔しいだったらちょっとやったろうやないかいという、うん、そこでインスタグラム僕やってますよね、うん、そのインスタに DM でこれトンボさんにすごい似てるんです、うん、トンボさんの裏垢ですかみたいなのがすごい来てて、うんうん、それがタロちゃんっていう、うんうん、知ってる、うん、見たことある。そう、その人に俺がすごい似てるから、すっぴんがね、うん、タロちゃんすごいメイクしたら可愛くなるから、だったら俺もメイクしたらタロちゃんさんみたいに可愛くなれるんじゃないか、そしてリオちゃんを可愛いと言わす、ギャフンと言わすことができるんじゃないかということで今回の企画をやったわけです。で、結果分かったことなんですけど、フィルターって大事やなって。っていうことやな。そういうことですね。そういうことやな。だとにかくリオちゃんには本当に可愛いって思ってほしかったみたいですわ。はい。そっか。でもまあ結果、うん、タロちゃんさんもありがとうございますよ、ほんまにやってくれたんですけども、うん、やっぱりリオちゃんが正しかったんじゃないかなっていう、うん、やっぱりトンボは、うん、やっぱり似合わないんじゃないかなっていう、やっぱ、うん、肌年齢的にも、うん、やっぱり太郎ちゃんさん若いから、うん、ピチピチしてるけど、やっぱり、うん、トンボ43やから、今年4、今年4、やっぱこの距離の肌、月みたいなお月様、お月様みたいな肌してる、クレーターみたいな。ちょっとカジサック、もしかすると、ウィッグがない方がいいかもしれない。なるほど、はい、リオちゃんすんません、我々ちょっとテンパってたかもしんない、テンパってた、ひょっとしたらウィッグない方がいいかも。ちょっと試させてもらっていいですか。リオちゃん一旦あっち向いててもらっていいですか。一旦あっち向いて、はい、はい、お願いします。そやな、はい、いろいろ試そう、悔しい、うん、悔しい、うん、な、ちょっとこの髪が見慣れてなくて、うん、びっくりしちゃってるっていうのがあるかもしれない。そうだな、うん、これで、おう、あっ、あるかも、あれ、はい、ちょっとじゃあ、うん、リオちゃんこっち向いてもらっていいですか。はい。怖すぎる。ダメだと思う。ダメか。おそらく今回、はい、友達としてもダメやな。怯えてるもん。怖い。ダメ。これ何、何、何、なんか、何、みんなさんの反応も何だったんですか、今の。あーとか言って。僕らやっぱり、下地から見てるんで、うん、なんかちょっと、トンボじゃない、すごいってなっちゃってた。そうそうそう、すごい大変身をしてるって言って。綺麗だもんね、メイクはね。メイクは綺麗なんですよ。
で、太郎ちゃんさん側のね、スタッフさんとかも可愛いっておっしゃってくれたんで、うん、まあそれは言うよね、うん、それを自信に、で、みんなもね、いけるいけるみたいな感じでやってくれたから、うん、うん、それをもう引いてんなずっと引いているちょっと笑ってるよ友達としていけるかも、そろ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 友達いける、いけるあかりいもんだって絶対これ明るいよね、明るい、うん、いやだから我々チームカイザック前回のウィッグのドッキリの時と全く同じ過ちを繰り返してもらえる、はい、そうかもしれない、リオちゃんとの温度差がやっぱりどうしてもある、そうかもしんない、うん、視聴者さんも同じかもしんない、おそらく視聴者さんはリオちゃんと同じ温度だと思う、そうですよね、だから今からリオちゃん来てみたいな時にはもう無理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 無よかったんじゃ、トンボ的にはまあ納得したんじゃない、まあそうですね、やってみたかったっていうのがあるんで、この検証を試してみたかったっていうのはあるんで、そうだな、検証結果が出て、はい、そういった意味ではやってよかったです、そうだな、はい、だからリュウちゃんすいません、どこかいつかなんかまだあるかもしれません、今んとこまあ2連敗してるんで、2連敗ですね、やっぱりいつかまたな、はい、なんかあるかもな、絶対にこれはリベンジさせてください、リベンジ、はい、どういうこと、もう一回、もう一回かわいい、いや、じゃあ、かわいい次は太陽とこれはもう諦めました、そうだ、違うのがまた思いついたら、そういった意味でこのパターンのドッキリのリベンジをさせてくださいっていうことです、どうしたやつだけ、いや、そんな顔長かったから顔、顔見たなんかでもこれのせいじゃん、そうこれのせいか、そうなんですよ、顔伸びるドッキリじゃないの、すいません、だとしたらメイク関係ないから、失礼します、顔伸びるドッキリ、何のために顔伸びるドッキリやるのどう思わせたいんだよ顔伸びたっぽってなれへんがそう、これはリオちゃんをポッとさせたいっていうことだから、いやこれはちゃうからこれはヘアリビングで、あ、そうそうそう、悔しかったっていうことだ、ちょっとまあおいおい考えていきましょう、でもちょっと連発続きやったから、はい、しばらく時間空けましょう、そうですね、うん、はい、そうしましょう、本当にリオちゃんいつも本当にありがとうございました、ありがとうございます、もしよかったらこの子と仲良くしてください仲良くしてね最後まで見ていただきありがとうございます、チャンネル登録お願いします、 Twitter のフォローもお願いします、またお会いしましょう。